私たちにできることはとにかくスタジアムに来て声を上げることだと思います。もうこの、コールだけでいいんで、鹿児島ってその声だけでいいんで、皆さんで一緒に言ってもらえませんか。よろしくお願いします。明治安田生命 J3 リーグ第17節、鹿児島ユナイテッド FC 対福島ユナイテッド FC の試合が今始まりました。先ほどと同じような形、ロメロフランクから木村が中にすり抜けて一人かわしてゴール前、ロメロフランクのシュート、ゴールが決まった。先制、試合開始早々ロメロフランクのゴールが決まりました。低いボールで来たヘディングシュート、一度はオフサイドフラッグが上がってこのシーンです。田中から森低いボール高く上がったところ、ミドルシュート、周りを見て選手の上がりを待ちます。遠藤を胸で落として中にロメロフランク、そしてその奥竹もいます。低いボール、外しました。右を狙っていった藤本でしたが枠の外でした。前を向いた鈴のミドルシュート、枠を捉えていました。フランクから渡辺の右足、2試合連続ゴール、渡辺、コースが見えました。渡辺の右足、冷静に左隅にシュートを放ちました。入っています。さあここもゴール前迫っていく塩浜、プレスに行きます鈴木、
ロメロフランクボールを奪いました。ロメロフランクから鈴木、中にボールを運んで前にスルスルと上がってきた。ここからミドルシュート、こぼれたボール、ロメロフランク前を向けるか。最後は中原、追加点鹿児島。中原に最後託しました。ロメロフランクです。倒れ込みながら中に蹴ってきた。23番岡本のヘディング、広瀬が左にボールを送ってミドルシュート、ダイレクトでいった山本。ここで試合終了のホイッスル。はい、OK、さあ今日たくさんの声援ありがとうございました。まあ久しぶりの勝利、ホームで久しぶりの勝利だったので、まあ良かったかなと思います。まあ自分も得点も取れて、まあチームに貢献できたので良かったと思います。次アウェーで、3連勝できるように、あのチーム一丸となって戦いたいと思います。応援の方よろしくお願いします。